はい、パイタヤオチャンネルママです。今回は、三重県の、サルビノ温泉オートキャンプ場改め創造スパキャンプフィールドさんにお邪魔しております。今回はプレオープンのイベント企画ということでお招きいただいております。結構いかついうん、スポンサーさんが集まってるんですよねそう、今回はね、インスタグラムかなの方でちょっと有名な方々が集まってらっしゃるので大人気企画大人気企画になりつつある。そう、ちょっと結構あの皆さん興味があるみたいなんで、いろんなあのやっぱりスタイルのキャンパーさんたち集まってるんで、ちょっと撮らせていただこうと思います。サイトの方、今日はどんなサイトに出られるのでしょうか。行ってみましょう第8回じゃあ第8回目、8サイト目の隣のサイトはどんなだろう。イエーイ。今回はアウトドアコーヒーの中の人ともさんですとうとうともさん、とうとう身内に来ました登場していただきました。身内に来ましたね。身内に来ました。別にこれネタが切れたわけではなくそう、はい、たまたま今回、ね、そうちょっとね、紹介したいギアを見つけてしまったんで、はい、もう大したギアないですけど、はい、全然普通キャンパーです。おしゃれキャンパーじゃないです。いやいや、もうねテントからモニグロなんで、はい、お揃いのやっと当たったモニグロ、はい、やっと当たったモニグロ。まさかの次にスカイパイロットが当たるとはみたいな。あ、ほんまですね。びっくりしますね。当たるんですよ、意外とね。はい、じゃあ早速まず入り口が、はい、焚き火してくれ言われたんで、やっぱり焚き火ブレンドとしてはね、やらないと置いとかんと。はい、じゃあこちら、はい、焚き火周りがフューチャーフォックスで一応固まってしまったじゃん、ね、しまったしまったんで、固めようとして固めたんじゃなくて、たま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 結果的に固まったみたいな感じ。おー、はい、でもフューチャーフォックスの焚き火シート、私初めて見たんですよ。はい、焚き火シートは一つ欲しいなと思って、うんうんうん、たまたまこっち先買ったんですよ。ラバホーからのソロ用ってやつね。あ、はいはい。あ、これでソロ用。あ、そうです。あの、もっと普通のやつもっとでっかいね。ソロ用っていうので。あ、これでぐらいでいいわ。これいいですね。高さがあって。そうこうしてるうちにこの同じような柄の。あ、いや、めっちゃ可愛い。はい、一応買わせていただきました。回しもんではございません。買わせていただきました。いや、でも揃えたくなりますよね、こんなん見たら。ちょっと焚き火はこんな感じです。いや、あの五徳とかもあって。五徳も ね、下の台もついてたんで。これ焚き火したらやっぱ光が。あ、そうですね。同じようなあのブラックスミスみたいな感じで、なんか、はいはい、抜けてる。いや楽しみ。また焚き火の。そうです、ね。楽しみです。楽しみですね。はい、これはなんていう。これなんていうんですかね。なんていう題名。なんとかハンガー。焚き火ハンガーみたいな感じで多分出てくるんじゃないですかね。一応このメルカリで。クイズ本とこの間つないで。はいはいはい。ね、紫です。でこの、ランタンハンガーともう連結。そうです。連結でこれでワンセットですよ。ちょっとなんかブッシュクラフトっぽいロゴが。あ、そうそうそう。こんな、ね、あ、確かに抜いた柄とかね。ちなみにこれメルカリでおいくら万円？これいくらやったかな。いや、おいくら万円もしなかったです多分。何千円かやったと思います。5000円から1万の間だったと思います。へえ、いや可愛いですね、この形とかハンガーで。ちょっとさりげなく、さりげなくね、ノワソワさん、ノワソワさん、ほんと小さめの弟ってやつですね。あ、弟の方ね、うん、弟、小さい方の、はい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 、ランタンですね。わあ、これも可愛い、はい、で、このカップのエプロン、ね、エプロンがクマハンチョン、クマハンチョン、はい、タイガーですね。可愛いタイガー、めっちゃ似合ってますね、このちょっと金色とね、この黄色のタイガーがいい感じです。めっちゃいい。やっぱクマ班長、いい仕事しますね。いい仕事しますね、はい、いい仕事されると思います。さすがです。ついつい買ってしまうんですよね。わかります。で、このね、あのちっちゃい
これに食いつきましたね。これ私めっちゃいいなと思って。これはね、叩くやつ。そうそう、あんま叩く威力ないんでね、ダメなんですけど。これですね。この辺がちょっと、そうそう、この辺がワンセットになって、あ、はい、これついてきた、うん。なんかついてきたやったと思います。へえ、はい。そんな感じ。あまり使えへんのであれですけど、一応ぶら下げときますわ。カッコつけときますわ。これもね、これもぶら下げます。これもぶら下げときますわ。これもこんな感じですね。はい、こんな感じ。あ、めっちゃいい、はい、よう、そんな見つけますね。そうそう、こんだけセット、これは別ですよ、はい、へえ。やったと思いますよ、記憶が定かであれば。いや、そんなで高くなかったんで、数千円やったから。へえ。リノースコップもついて、うん、では一応この焚き火道具一式という、おー、はい、パイティアのステッカー貼ってくれてる。パイティアのステッカーが、はい、サルタハイクさんとフィアステックも、はい、すごい。あとはまあね、この間いただいたセルさんも貼ってる、はい、あの TG さんとかね、あ、はい、スナフキンさんとか、スナフキン、はい、あの幸子さんも、キャンプテバも、はい、キャンプテバ、幸子さんとかね。あ、でこれね、あ、パパさんがあの T シャツ持ってる、毒吐いてる、あのジョー、ほったらかしジョーの、ジョーね、ジョーですね、はい、でキャンプイッツと、このカンカンは、このカンカンね、多分無印良品やったと思います。あ、へえ、はい。めっちゃいい、なんかサイズ感がちょっとブリキがなんとなくいいですね。なるほど、はい、焚き火周りこんな感じですよ。おー、いいですね。じゃあ次行きましょう。はい、こちら、はい、エンリッチさんの月ペリシェード、シェードです、ね、ゴールゼロのシェードです。シェードですよね、はい、めっちゃ可愛いんやけど。ここにエンリッチ、ここだけが柄、そうですね、エリッチさんになってるんですね。あとは月ペリ、あとは月ペリがいます。かわいい。これもネットで買ったんですか？これはそうですね、あの、すぐ売り切れるじゃないですか。うん、何時、何月、何時、何時、発売予告してますもんね。予告してる。すぐ売れますよね、これ ね、うん、いや、でもこのカーブとかこれ、どうやって作ってるの？最初これ持ってなかったんですよ、うん、これ多分後で買ったんだと思うんです。あ、そうなんですね、これだけ買って、うん、あ、やっぱこれにはこれやでって思う。あー、確かに、ね、この抜き、抜きがね、パパが好きそうなの、この抜き、抜いてんですね、ね、この細いところにこのエンリッチって抜いてるのすごくいい、すごいですね、うん、このシェードにはやっぱりこの台かなって思う。確かに、かっこいい、綺麗です、はい、ね、ついでにそこ、このランタンいいですか？それあれですか？これはフェアランタンです。これ、このホヤ、ホヤはそうです、あの、あそこのやつですか？あそこのやつです。あの、この間行ってきたんですよ、函館山キャンプ場っていうところ。はいはいはい、行って、あ、まあ、コーヒーの焙煎とかもやってはって、へえ、そこで、あの、通販とかやってなくてもここで、たくしか、うちで手売りしかしてないんです。あ、そうなんですか？まあ、僕が作ったんじゃないですけどね、ってオーナーさんが言ってはったんですけど、函館山キャンプ場ってハモさんのあれじゃない？あ、そうなの？ハモさんの？会社の先輩の旦那さんがオープンしたっていうキャンプ場です。もともと、あ、なんか言ってたな。函館山キャンプ場。函館山、ほんまスキー場行くほんま手前のところにあって、キャンプ場と焙煎、コーヒーの焙煎。そうなんですね。うん、そこで売ってるホヤ。そこで売ってるホヤ。つけた時にわーってなる。つけた時にわーってね、そんな明るくないんですけど、ほんまにあのこの柄が。浮かび上がる。夜まだちょっと、はいはいはい、あの、あれとこれと思っていてやります。で、これが、はい、これは綿。またまた、またまた出ました。コマ班長のね、エプロン、可愛いですよね。かわいい、これはかわいい、はい、こんな感じで、そんなランタンですね、はい、はい、続きましてこちらのシェード3点セット、はい、3点セット、セットではないですね、セットでもないこの桜の、桜のね、そのシェードはこれも多分メルカリやったと思います。へー、どこのかわからないです。でも初めて見たから、はい、こういうのを作ってらっしゃる方がいるってことですね。そうですね。へー、これ3段階に重なってるんです、まあ、大中小3枚重ねていくだけなんで
で、こちらがキーの、はい、私が大好きなこれは本当にいいです、ストライプのね、はい、めっちゃ可愛い、これもね、多分メルカリなんです。メルカリで見たらめっちゃ高いのとかいっぱい出てるんですけど、はいはい、いやちょっと待てよとでこれ中のねゴールゼロもセットで売ってはったんですよ、はい、この人ね、このゴールゼロの値段と、うん、でキーノのシェードと、うん、でこのアンバーとの値段と、はい、でどっかまで自分が車乗って買いに行く交通費考えたら、こっちの方が安いと思ったんです。マジですか。そうなんですよ。ゆらぎさんで売ってます。お前ですかストライプはでもすぐソールドアウト、売り切れ、うん、ストライプは人気あるみたいです、ね、はい。これはでも本当ちょっと何やろう、うん、なんかこの素材違いのところが芸術品ですよ、ね、わかります。すごいと思います、ね、いやでまたクマ班長、また何回出てくるのこのマンダラシェード、はい、ビーコンライトですねそれ、はい、あ、ベアボーンズ、ベアボーンズのビーコンライト、このシェードって初めて見ました。そうですよね。これもビーコンライトを作りましたって、ね、あの出されてたんで、うんうんうん、はい、あのすぐ買わせていただきました。でも簡単に、もうこれ簡単になってない。あ、ほんまや。ああ、そういうことですか。外すとビーコンライト。僕最初下からなんかなと、どうやってつけてるんやろうと思って、クマさんに聞いたら、いや、それ上から飛ぶだけって言われて、あ、そうかと思って。あ、ここで引っかかってるんですね。そうそう、そこ引っかかるとこあるんですよ。あ、なるほど。はい、でも音楽作ってはるよね。すごいですね、うん、いい仕事されてる。これもクマ班長ですね。それもクマ班長ですそれはもうあのママさんが使っておられるのを見て、はい、これはもう一目惚れでしたよ。私もその時に、はい、サイキャンで買わせていただいたんです。あ、そうなんですね。そうなんです。いやでもいいですね。これはいいですよ。ちょっとライト周りの感じがね。ね、ありがとうございます。まさにはい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ見させてもらいましたが、あの大した問題なかったです。クマ班長縛り、クマ班長サイトぐらいの勢いに なってましたね。結果的にガレージブランドの中のガレージブランドそう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 、知ってる人知ってる、うん、知る人ぞ知るクマ班長です、ね、でも結構売れてますよね、クマ班長の、うん、結構人気ですよね、はい、木目がやっぱり可愛いんで、いい仕事されてるとね、はい、ぜひ皆さんもクマ班長調べてみてください。クマ班長で検索するよろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ第8回終わります。次は第9回行ってみましょう。はい、噛んだまた。